バレルンガは、イタリアの自動車メーカーデトマソが1964年から1968年まで、少数生産した、ミッドシップに座席スポーツカーである。ミッドシップの市販車としては、フランスのルネ・ボネ・ジェットに次ぐもので、デトマソ初の市販モデルである。プロトタイプはカロッツェゲア・フィッソーレ作のロードスターで、1964年のトリノ自動車賞で公開された。 社名は、イタリアのサーキットオートドローモディバレルーンガから命名された。デトマソのオーナーであるアレハンドロ・デトマソは、この当時は、フォーミュラマシンの社大製作を本業としており、製造権をフォードなどの自動車メーカーに売り込む計画であったが買い手がつかず、結局カロッツェリアギアに製造を依頼し、自社ブランドで市販化することとなった。市販に採取車体は、 プロトタイプのロードスターから2ドアクーペに改められた。市販車初のリアミッドシップ車エンジンは、英国製、フォードコーティナなどに用いられていた、水冷直列4気筒の通称、ケントユニット排気量 1498cc を102馬力、6000rpm にチューンしたもので、デフと一体化したギアボックスは、フォルクスワーゲン製、内部のギアは、ヒューランド製、ポルシェ550等と、 同様裏返しにて搭載される。シャシーはスチール製のバックボーンフレームと交換製のサブフレームが組み合わされ、バックボーンフレームの中に燃料タンクが置かれた。サスペンションは前ダブルウィッシュボーン。あとダブルトレーリングアームの独立であった。FRP 製の車体と軽量穴の開けられたアルミ製部品の使用により重量は 640kg と軽くブレーキも4輪。 ディスクブレーキで本格的なレーシングカー譲りの技術が随所に用いられていたが、車シシーの強度不足と駆動系の振動という問題があったとも指摘されている。デトマソがフォード V8 エンジン搭載のマングスタを1967年に登場させて、そちらを主力車種としたこともあって、生産台数はわずか53台に終わった。マングスタの車シシーはバレルンガのものを改良。 強化して用いている。生産台数が少ないことによる希少価値、最初期のミッドシップレイアウトの市販車という歴史的意義、高度な写真設計、金星の取れたスタイルからヒストリックカーとしての人気が高く、日本にも1980年代頃より上陸している。バレルンガのエンジンは、辛口に設定されたバルブタイミングや排気量に比して、 ベンチュリー光景の大きなキャブレターが選択され、ピークパワー重視のセッティングになっているため中日区会電域でのマナーは洗練されておらず、ゴーストップの多い行動走行ではいわゆる吹き返し現象が起きてしまい、ガソリンの混じった混合技を放出する。しかしバレルンガのリア核壁の機密性は皆無に等しく、キャビンは吹き返しのガソリン臭で満たされてしまう。ありがとうございます。